アンソニー・ホロビッツは、イギリスの小説家、推理、サスペンスドラマの脚本家。ヤングアダルト向けの代表作に、ダイヤモンドブラザーズ、女王陛下の少年スパイ、アレックス、ザ・パワー・オブ・ファイブなど。一般小説の代表作にマインド・ゲーム、シャーロック・ホームズシリーズの、キヌの家、モリアーティなど。イアン・フレミング財団から、ジェームズ・ボンドシリーズの新作、007逆襲の、 トリガーの著者に選ばれた。ITV の名探偵、ポアロやバーナビー警部などのテレビドラマの脚本も手広く手掛けており、他にも刑事ホイールやコリジョン、インジャスティスの筆頭脚本家を務めるとともに制作から携わっている。ホロビッツが通っていたラグビー校1955年、ロンドンパリントンの裕福なユダヤ人の家庭に生まれ、幼少期は、 アッパーミドルクラスの生活を送る。子供の頃は太っていたこともあり、良い思いはせず、父の書斎から本を持ってきては読みふけていた。8歳の時、ミドルセックスハーローのボーディングスクール、オーリーファームスクールに送られ、仲間たちに自分が読んだ本の話を聞かせることを楽しんだ。校長先生からよく叩かれたことを思い出しながら、当時をひどい実期だったと振り返る。 13歳になると、ラグビー校へ入学、書くことの楽しさに出会う。フランケンシュタインやドラキュラを教えてくれた母は、13歳の誕生日に、頭蓋骨をプレゼントしてくれたといい、そんな母のことが大好きだった。物書きになりたいと思うようになったのは8歳の時で、書いている時にすごく、楽しいと気づいた時だった。1977年、英文学と美術史の学位を取得して、 ヨーク大学を卒業、英文学の成績は、下から2番目のクラスだった。あるインタビューでは、HP ラブクラフトの作品に登場する架空の書物、ネクロノミコンを実在すると思っていたと語っている。父親は、元首相のハロルド・ウィルソンら政治家たちや、実業家のエリック・ミラーらと関係があった。破産した父は資産をスイス銀行に移したが、 父はアンソニーが22歳の時にガンで亡くなり、一家は悲惨の行方がわからなくなってしまった。1988年4月15日に香港でジル・グリーンと結婚し、現在はロンドン市内に暮らしている。妻ジルアンソニーが脚本を書いている ITV のケージホイールのプロデュースをした。夫妻には二人の息子がおり、1989年に長男ニコラス・マークが 1991年に次男、カシアン・ジェームズが生まれている。作品のアイデアやリサーチにも協力してくれ、成功したのは家族のおかげとも思っている。子供を守るチャリティ団体キッドスケープを講演している。1979年に上司した諸女作ザ・シニスター・シークレット・オブ・フレデリック・ケイ・バウアーは子供向けのユーモアな冒険小説だった。1981年に 第2作、ミシャ、ザ・マジシャンザ・ミステリアス・アミュレットを観光すると3作目の執筆のためにパリへ越した。1983年、ペンタグラムシリーズの第1作ザ・デビルズ・ドア・ベルを観光。これは、マーティン・ホプキンスが世界を脅かす古代の魔物と戦うというストーリーだった。その後、1986年までにシリーズの残り3作、 ザ・ナイト・オブ・ザ・スコーピオン、ザ・シルバー・シタデル、デ e オブ・ザ・ドラゴンが書かれた。1985年、世界中の神話や伝説を子供向けに書いたミスアンドレジェンズを刊行。こういった作品を書きながら、伝説上のキャラクターに興味を持ち、リチャード・カーペンターが脚本を務めたテレビドラマロビン・オブ・シャーウッドの第3シーズンで5話分のエピソードの脚本を担当した。また、 カーペンターが書いた3エピソードを子供向けに書き直し、ロビン・シャーウッド、ザ・フーデッドマンのタイトルで1986年に刊行した。1987年には、ウィリアム・テルを下敷きにした30分のアクション冒険ドラマクロスボウを制作した。1988年に上司したグリューシャム・グレインジで、翌1989年に児童文学賞。 ランカシャーブックオブザイヤーを受賞。ホロビッツ自身がボーディングスクールで過ごした日々をもとに描いた作品である。主人公は特別な力を持つ13歳の魔法使い、デビット・エリオットで著者の幸せではなかった幼少期が反映されている。これ以前に書かれた作品より年少者向けの作品である。同じ頃には他にアドベンチャラーやスターティングアウトなども 観光されていたが、この頃に出た作品で最も有名になったのが、ダイヤモンドブラザーズの第一作、ダイヤモンドブラザーズ、ケース一危険なチョコボールで、1989年に、プライベートアイズ、100カラットの報酬のタイトルで映画化、された。コリン・デイルとダーシュレー・マクリンデンが主人公の兄弟、ニック・アンド・ティムを演じ、他に、ビル・パターソンや、スザンナ・ヨーク、 ジミー・ネイルラが出演した。1987年にシリーズ第2作パブリック・エネミーナンバー2。1991年に第3作サウス・バイ・サウス・イースト以後、中短編集一冊と長編一冊が刊行された。1990年代には多くの単独小説を執筆した。1994年に上司したグラニーは3年ぶりとなる作品で、 邪悪なおばあちゃんというコメディスリラーであった。グーラニーは3部作で、1996年に、体の入れ替わりを題材とした第2作ザ・スウィッチを、上司。翌1997年には、エリザベス長を舞台に、エリザベス一世に、隠し子がいるという噂を暴くザ・デビルヒズボーイ、を上司。1999年、グリューシャム・グレインジの続編となる、ザ・アンホーリー・グレールを上司。 1999年のホロビッツホラーを2000年のモア・ホロビッツホラーはホラー短編集でよりダークな一面があることを見せつけた2000年以降に出した作品で最も有名で最も売れた作品が女王陛下の少年スパイアレックスシリーズである主人公のアレックスライダーは魅力の秘密支部のメンバーで14歳にしてスパイという設定であるシリーズは ストームブレーカー、ポイントブランク、スケルトンキー、イーグルストライク、スコルピア、アークエンジェル、スネークヘッド、クロコダイルティアーズ、スコルピアライジング、ロシアンルーレットと続く。ロシアンルーレットはシリーズ第一作から登場している悪役やっせんグレゴビッチを主人公にしたスピンオフ作品で第9作スコルピアライジングがシリーズ最終巻だとホロビッツは述べている。 2003年には、ダイヤモンドブラザーズシリーズのザ・ブラードマン、ザ・フレンチ・コンフェクション、アイノー・フォアとユー・ディドラスト・エンズデーの3編を執筆しており、これらは2004年にスリー・オブ・ダイヤモンズにまとめられて刊行された。スコルピアの初期の版やスリー・オブ・ダイヤモンズでは、著者紹介欄にダイヤモンドブラザーズシリーズの新作、ラディウス・オブ・ザ・ロスト・シャーク執筆のために、オーストラリアに行っていると書かれていたが、 今なお出版の情報はない。シリーズの短編ザグリークフーストールクリスマスが後に発表され、その中でラディウス・オブ・ザ・ロスト・シャークについてシリーズの8作目になるとほのめかされている。2004年大人向けへと手を広げコメディ作品ザ・キリング・ジョークを発表。2冊目の一般小説はザ・マグパイ・マーダーズというミステリ作品でミステリ作家が最新作の執筆中に 殺害されるというストーリーである。2005年8月、新シリーズザ・パワー・オブ・ファイブの第一作レイブンズ・ゲートを発表。アレックス・ライダーに魔女と悪魔を足したようなものと述べている。2006年4月に第二作エビル・スターが、2007年4月に第三作ナイトライズが、2008年10月に第四作。 ネクロポリス、2012年10月にシリーズ最終作オブリビオンが発表された。ザ・パワー・オブ・ファイブシリーズは、五ぼ星が5冊の書物を求めるストーリーであったが、ホロビッツは4冊で終わらせてしまった。アレックス・ライダーシリーズと同じ読者層を想定していたが、ザ・パワー・オブ・ファイブはランキングで1位になるなど、より幅広い年齢層から支持を受けた。2008年10月、 マインドゲームがニューヨークの双方劇場でオフブロードウェイとして舞台化され、キース・キャラダイン、リー・ゴダーとキャスリーン・マクナニーランが出演した。演出を務めたケン・ラッセルは同作が初の舞台演出作品であった。ダレンシャンが似た名前のキャラクターを用いていたり、そっくりな描写があると論争になったことがあり、最近では告訴も検討したが結局止めたとジョークにしている。 2009年3月、BBC のラジオ3で放送されている電気、音楽、討論番組プライベートパッションズに出演。2011年1月19日、ホロビッツが、シャーロック・ホームズシリーズの続編、キノの家を執筆することを、アーサー・コナンドイル財団が発表。同財団が、シリーズの正式な続編の執筆を認めたのは、初めてである。 同作は2011年11月に刊行され、2014年には、さらなる続編、モリアーティが刊行された。2014年10月、ジェームズ・ボンドシリーズの新作、007逆襲のトリガーを執筆、2015年下も半期に上司することを、ヤン・フレミング財団が、発表2014年、文学分野での功績を認められ、新年の叙勲式で、 大英帝国勲章のオフィサーに助せられた。2018年に、カササギ殺人事件。2019年に、メインテーマは、殺人。2021年に、その裁きは、死で、このミステリーがすごい。や、週刊文春ミステリーベスト10などの主要なミステリーランキングを、史上初となる3年連続で全制覇した。1980年代に、 テレビの脚本を書き始め、子供向けのアンソロジー番組ドロマラマや、人気ファンタジードラマロビン・オブ・シャーウッドを手掛けた。1990年代には、エルキュール・ポワロシリーズを映像化した ITV の名探偵、ポワロの脚本を担当。1991年に BBC2 で放送された、マーダー・モースト・ホリッドや、 ジム・ブロード・ベントが主演した1995年のザ・ラスト・イングリッシュマンに代表されるように、ホロビッツの作品はコミカルなエッジが効いている。1997年からは、バーナビー警部の脚本をシーズン3まで担当。2001年、完全なオリジナルとなるマーダー・イン・マインドを執筆。1997年に放送された SF ドラマ、クライム・トラベラーや、 1998年に放送されたザ・バニシングマンも脚本を執筆したが自己評価は低かった。クライム・トラベラーは人気を博したが第2シーズンは制作されなかった。2002年から2015年までは第二次世界大戦中のイギリスを舞台としたミステリドラマケージ・フォイルが放送された。2009年 ITV のテレビドラマコリジョンを マイケル・ A ・ウォーカーとの共同脚本で制作。2003年に公開され、クリスティー・ナ・リッチが主演した、長編映画、ギャザリングや、辞書、ストームブレーカーを映画化した、アレックス・ライダーの脚本も担当した2011年4月6日、BBC ラジオ後のインタビューで、スティーブン・スピルバーグの、淡々の冒険、ユニコーン号の秘密の続編の執筆中であると、語った。続編は、 淡々の冒険シリーズの太陽の神殿を原作とする作品で第一作と同じくピーター・ジャクソンが制作するという翻訳版は漫画家の荒木博彦がイラストを手掛けているシャーロック・ホームズシリーズジェームズ・ボンドシリーズ放送アンドホロビッツシリーズその他の小説ありがとうございます